えすいません。ちょっとね、間が空いてしまったんですけども、去る3月21日に新潟地方裁判所である裁判の口頭弁論がありました。これはですね、 え、ブラック解放同盟、新潟県連合会が、この学校による童話地区出身者は何人だって言ってですね、え、新潟県立荒川高校を球断して、その関係の文書を教育委員会に情報公開請求したら、半年近く経って、え、一応部分公開しますっていう決定が出たんだけども、なぜか執行停止されてですね、え、今の今まで放置されてるっていう件ですね。で、ま、さっさと公開するようにということで、え、裁判所に提訴したということです。でそれ それで、あの、裁判の荒ましなんですけども、一応ね、あの、向こう弁護士がついて、一応応訴するっていう形になってます。で、答弁書が届いたんですけども、えー、その内容はですね、もうテンプレー的なものです。えー、裁判について、まあ、却下しなさい。えー 規約しなさいっていう内容ですね。反論は次回までにやりますって。まあそういう内容です。まあ要約すると、もう応して争いますので、まあ次回までに、え答弁を出しますっていう、まあそういう内容だったわけです。で、その裁判所の中で、まあ多少やりとりはあったんですね。で、今回の裁判結構特殊なものなんですよ。だいたい情報公開関連の裁判って言ったらね、まあ公開されなかったものをまあ公開しろとかですね。え、部分公開になったんだけど、黒塗りの場所もこれは隠す必要はないだろうっていうこと で提訴するってことが多いんですけど今回の場合はですね、えー、部落解放ドームが異議申し立てをして、えー、それを受けて執行停止してまあ、半年以上放置されてるっていう状態なわけですねで、これはさすがに放置しすぎだから、えー、公開しなさいっていうようなまあ、そういう内容なんですねまあ、ちょっと特殊なものですで、この裁判って要は県側がですね、えー、県の教育委員会が 一度公開っていう決定を出した文書についてですね。もう公開するっていうことをもう執行してしまえばこの裁判、あの、いらなくなるんです。まあ、発揮して言えばもう却下で終わるんです。まあ、そもそも裁判の必要はなくなりますからね。向こう公開してしまったら。で、それで、ね、 まあ裁判所の中でもちょっとやりとりがあって、僕は言ったのは、うん、本当ノリ弁状態でもいいんだから、形だけでも一応その、ね、えー、部分公開を執行するっていうことにすれば、まあ今回みたいな裁判なんかしなくていいし、もう労力もね、使わなくていいし、それが一番いいんじゃないですかみたいなことを、まあ私、向こうの弁護士に言ったんだけども、まあその、まあ弁護士として、まあこの点を引き受けてるっていうのはもう、えー 執行はしないと、公開はしないっていう趣旨ですよ、みたいなことを言ってたので、まあ、それで次回の、えー、口頭弁論が、2024年5月23日、午後3時30分っていうふうに、もう設定されたので、まあ、県側としては争うっていうことなんですよね。で、まあ、僕はいろいろ言ったんだけど、まあ、裁判官も頷いてましたね。これ多分裁判官としても、ちょっと不思議だと思うんですよ。こうやって弁護士つけて応訴するのも、税金使っちゃうわけですよ。 点側は。で、今回の件に関してはまあ正直って僕の方は有利ですよ。こんな異常な対応しないですから、普通役所って。で、多分裁判官から見てもね、その、いや、公開って言っても本当形だけでいいんですよ。本当ノリり弁状態真っ黒で出したって別に構わないんですよ。その理屈としてはね。え、そしたらまあ今回の裁判っていうのは意味なくなるんで、それいいじゃないかって普通考えるんだけども、 ね。それ多分裁判主官も思ってると思うんですよ。だけど、あの、向こう側は、その、絶対出さないっていうような形なんですよね。で、それで、まあ、こちらとしてね、もっとあの、証拠も出したんです。えっ、ー、と、実はですね、えーまあ、去年の7月に確か執行停止になったのかな。それで、8月にですね、僕は新潟県に審査請求をしてるんですね。あとは、あの、審あの、これ実は解放同盟側が、その、 多分文章をね、公開するなっていう審査請求をしてきたんでしょうね。え、それを受けて執行停止になってるんで、まあ、その解放同盟側がやった審査請求に対して私がね、あの、参加の申し出をしてるんですよ。で、それが去年の8月のことで、で、それが、 今年の1月、僕は裁判を提訴するぞよ、するよって言って教育委員会に行った、まあその時になってようやく、あの、審査請求について情報公開審査会に諮問をかけます。で、参加を認めますっていう文書が届いたんですね。だからこれを、まあ私が裁判所に出したのは、これ明らかに遅延行為じゃないかと。去年の8月ですよ。で、それを、 1>, 1月になって私が裁判提訴するまで放置してるっていうのは、これ、僕は裁判を起こさなかったらずっと放置したままになってたんじゃないですかってことなんですね。で、や,やっぱ懸念するのはですね、役所の文書って大体5年ぐらいが保存期間なんですよ。だから、多分、その、新潟県教育として、教委としてはこうやってね、どんどん遅延させて、遅れに遅らせて、で、それで、まあ最後の最後はもう文書の保存期間が、 来たんで捨てましたっていう風に言うんじゃないかっていうのを僕は懸念してるわけですよねえだからそのあたりについてはもう速やかにやってもらうようにとは思ってるんですけどねまあ、ただちょっと分かんないんですねえで、あとね一応裁判所にも一応あの件あのー、なんか初期監視に来てまあ、警,警備員につけて入ってくださいっていう件については僕はもうそういう,そう,いうのやめてくださいって言っておきましたもう普通の対応してくださいとで傍聴席にね えー、5人、6人。まあ、10人いなかったですね。何人か傍聴には来てたんだけども、特にそんな、あの、騒いだりとかそういうことも全くなかったんで、まあ、そんな過剰な警備する必要ないと思うんですよね。だからもう普通にやってくださいっていうふうに、えー、裁判官には言っておきました。で、次回、繰り返しになりますけども、えー、5月23日、3月、あ5月23日、3時30分です。ちょっと遅めの時間になってるのは、あの、握り で、やっぱ遠いですよね。あのー、もうほんとね、あの、ちょっとギリギリだったんです。あの、3月21日。あの日、実は大雪降ってたでしょ大雪が降ってた上に、なおかつ朝から地震があったんですよね、関東で。で、新潟新幹線がね、遅れてしまったんですよね。で、まあ幸いだったのが、僕ちょっとね、あの、あの、群馬に行きたいところがあって、ブラック担保でね、ぶっちゃけ。で、高崎に行って、 ちょっと早めに行ってたんですよ、田んぼ押しに。で、そこでね、あの、なんか緊急地震速報ってなってね、それで、あ、地震来たなと思ってね、えー、そしたら、あの、あの、新潟のね、新幹線が、あの、遅れてるっていうんで、で、まあ、すぐあの、新幹線乗って、それでまあ、間に合ったわけですよね。だからまあ、そういうこともあるんで、あの、裁判所には一番遅い時間にしてくださいと。さすがにね、朝10時とかだったら、もうあの、電車遅れちゃったらもう終わりだしね。 まあ、基本的にはもう車で行こうかとは思ってるんですよね。ただ、まあ、その、もう何があるかわかんないんで、遅めの時間にしてくださいっていう風に言っておきまして、それで3時30分なわけです。ということでね、まあ次回、傍聴に来ていただける方は、 来てもいいんじゃないでしょうかと言っても新潟店ですからねということでこの件ね、えー、まだまだ続きそ感じですあの下の概要欄からあのー、関係文書とか書面とか見られますので、えー、ぜひ見ていただければと思いますあそうそう重要なことを忘れてましたえっとね新潟日報社ですね あの、解放同盟からね、過去に球団されたことがある新潟日報社なんですけどね、取材に来てましたね。で、まあ一応いろいろ聞いてましたよ。で、僕は、まあね、この裁判についていろいろ聞かれたんで、まあ一応ね、まあ事実をそのまま僕は言ったんだけども、 あの、紙面に載せるかどうかは、なんか上司と相談します、みたいなことを言って。でね、後で聞いてみたらですね、一応載せたらしいですよ、紙面に。ただね、あの、インターネット版には載せてないらしいんですよね。だけど、なんか今、地方新聞のね、なんか、紙面ってどんだけの人が読んでるのかね、インターネット版に載せないっていうのは、多分なんかあんまりネットで知られたくないのかなっていうふうなうがった見方をしてしまいますね。で、なおかつ、その、新潟県の方、まあ僕の、僕を知ってる人も、 いるんだけど、なんかあの乗ってましたよみたいな話もないんで、なんか隅っこにね、なんか社会面がなんか隅っこにちょっとだけ乗ってたりっていう感じなんじゃないですか。まあ、またちょっとあの今度はあの新潟行ったら図書館でも寄って見てみようかと思うんですよね。まあ、今回に関しては、えー、そういった感じでございました。